皆様、ハッピードベちゃん TV のすごいお腹のおっさんです。えー、前回の動画に引き続きましてね、えー、肺炎に感染したら、こんなような自覚症状から始まるということで、 前回の動画ではね、あの小学校の6年生の時ですね、えー、12歳ぐらいの時に、えー、肺炎でもマイコプラズマ肺炎というものに感染してっていうことでお話ししていただきました。この詳しいことはね、えー、概要欄のところにね、あのー、また貼り付けますので、えー、そちらを見ていただければいいと思います。で、今回は成人してから風邪をこじ出して肺炎になったっていうことで、そのお話をさせていただきたいと思います。 でこれはですね、あのー、前回のマイコプラズマ肺炎とはちょっと違っててですね、えー、最初は風邪だったと思います。風邪をひいて、えー、微熱が続くということで、で、これはね、もうね、この時はね、もう、もうなんて言うんだろう、嫌な咳コン,コン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 っていう咳がね、止まらず、とにかく痰が出るという、こういう症状でしたね。で、とにかくね、息が苦しくて、 もううなんだろう肩でななんだろうな気管支喘息っていうのかな、よく喘息持ちの方が肩で呼吸するような、もうとにかくね、耐え難い息の苦しみで、もうとにかく寝れなかったですね。夜も横になれば咳が止まらず、昼間も咳が止まらず、まあ夜はなんとかでなきゃ体力が消耗してしまうんで、もう寝ようと思うんだけど、寝れば呼吸は苦しい、痰は絡む、痰は。 絡むんんんだけど出そうとしても消えない薬は飲んでんですよ、まあ、こういう状況に、えー、なってそしてそれからですねこのやっぱり同じく当時も右だったんですけど右のこの肺の後ろがねズキズキギリギリっていって中からこうなんだろうパツーンパツーンってこう来る痛みで,でその症状をあの外来の2度目の外来の時にお話したらじゃあレントゲンを取りましょうということで。 えー、レントゲを取りましたそしたら肺炎ですと。で肺炎ですので仕事は休んでとにかく1週間安静にしてくださいということでしたなのでそれで、まあ、当時のねその風邪をこじ出した肺炎だと先生はおっしゃってたんですでそのね風邪をこじ出した肺炎っていうのは最初はね風邪だったと思って、えー、当時ね仕事をしてたんですよちょっと肉体労働の方ですね不、えー、団の方の倉庫の方で。えー コンテナから出る荷物の出し入れの作業をしてたんですけどもなかなかねそんな働いて休めるような環境でもなかったんでまあ片側は風邪だろうと思って、えー、働きに行っちゃいましたねそれで汗をすごくかく仕事だったんで汗をかきえーまあ、ろくにね若いから着替えもせずの繰り返しでだん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 熱が上がるこじらしてってそれが結局ね肺炎ということになって しまったんですけどもとにかくね、この肺炎っていうのはね、本当ね、怖い病気でね、命を落としてしまうらしいんですよ、特にね、年を取った方、年配の方々とかね、えー、持病を持ってる方々はね、こういう肺炎っていうのは、本当にね、どうなるか分からない、ね、明日にはどうなるか、本当ね、病状がね、急変するんですよね、これってね、うん、さっきまで大したことなかったのに、急に息苦しくなる。で多分おそらく今回のコロナウイルスも 同じようなことだとすが急変するだからね、非常に怖いですよ、たかが最初はね、無症状だっていうことで、軽い考えでいたらね、肺炎になったら、ら要するに無症状で発症しないとか思ってても、ね、症状がなければいいんですけど、それがね、症状がない状態から急に発症,症状が出始めた、これは多分ね、おそらく私が2度経験した肺炎と同じようで、急激にね、体力を奪われて、一気にね、重症化していくんじゃないかと。 いうことに思われますね。だからね、これはね、本当に今回のコロナもそうですけど、気をつけちゃいけない。気をつけて、気をつけて、気を付けなきゃいけないですね。本当に、えー。おそらくインフルエンザになって肺炎になる方もいらっしゃると思うんですけども、全く同じだと思います。だからね、本当こういう自覚症状が出始めたら気をつけなきゃいけないと思います。気をつけちゃいけないますって言っちゃってますが、気をつけなきゃダメですですね。もう最近ね、路列が回らなくて本当に申し訳ないです。 でねその肺炎の症状っていうのはとにかく一つ目のマイコプラズマ肺炎二つ目の、あのー、風邪からね、あのー、発症してしまった肺炎ですねええともに言えるのは最終的にここが痛くなったってことですね脇腹が私は私の場合ですけどね多分これはね肺の中でやっぱり炎症を切るんで痛くなるんだと思いますねそれでね一個目のそのマイコプラズマっていうのは、まあ、熱がねこういうでこうですね で2度目のその肺炎の時も最初は微熱で風邪だと思ってたんですけどその悪化した途端に一気に熱が上がるんで39度40度というだからこのね高熱が出た時ってのは要注意なのかなってすごい思いましたで今回ねこういう動画にさせていただいたのはまあいろいろねああのーねうあのね、ー、自覚症状がなく ね、コロナに感染、陽性出ても平気だ、若い人は平気だとか言ってますけど、まあ、もちろん年配の方もね、そういうのはねあの大丈夫なのか思ったけど、でも,もう万が一ね、このような症状が出たら、早めにね、病院に行く、まあなかなか今ね、コロナのあれで病院に行くとまで行いけないけど、対応ね、まあ、難しいと思うんですけど、とにかくね、どっかの機関、医療機関,なら保健所の機関なので、少しでも早くね、こういうちょっと肺が痛いというような、ここまで痛いなと思ったら、 少しでも早くそういう症状が出たらね、病院の方の連絡を取っていただいて、一人でもね、多くの命が助かるようになってもらえるとも思いまして、このような動画を出させていただきました。これはね、あくまでも私の経験上、一応ね、2回経験したことあるんで、肺炎にはね、そういうことを思いまして撮影させていただきました。もしね、これをね、動画がね、あのー、参考になればいいと思いますので、えー、もし、 よかったと思ったら、グッドボンデボンドを押していただければいいと思います。それでは皆様、最後まで見ていただきありがとうございます。それでは失礼いたします。